皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の声明をご紹介したいと思いますが、今回は長文です。A4 サイズで13ページほどありました。そして、こちらは基本的に機械役のものをおかしな部分は適宜直したりして朗読したいと思います。そして、日本語役の原稿につきましては、ことふみ氷山メインチャンネルの メンバーシップに登録してくださっている方、沢のメンバーシップに登録してくださっている方には、いつものように健康をダウンロードできる URL を後でご案内したいと思います。それでは始めます。2022年6月13日、私たちの国は苦しんでいます。私たちの経済はどん底、激しいインフレ、ガス価格は史上最高に達しています。 船は貨物を降ろすことができません。家族は赤ちゃんに必要なものを得ることができません。私たちは世界中で恥ずかしい思いをしています。私たちのアフガニスタンからの撤退は、貴重なアメリカ人の地を犠牲にし、850億ドル相当の地球上で最高の軍事装備を敵に与えた災害でした。何百万もの違法者が国境に向かって行進し、 私たちの国に侵入しています。民主党によって混乱状態に陥っている白い絵があり、ちょうど今週、彼らは梅田は再選に立候補するのにふさわしくないと宣言しています。そして民主党議会は何に焦点を合わせていますかアメリカ国民が受けている大きな痛みから人々の木を逸らすことを望んでいるカンガルー裁判所。 6月6日の出来事から17ヶ月後、民主党員は解決策を提供できなくなりました。彼らはほんの数ヶ月前に過激な左翼によって引き起こされた大混乱と死についてさえ言及することはなく、失敗した国の物語を変えることに必死です。間違いなく彼らは政府を支配しています。彼らはこの災害を所有しています。 彼らはこれらのヒアリングが自分たちの失敗する見通しを何らかの形で変えることを望んでいます。ある民主党員はかつてそれは経済だ、愚かなことだと言いました。さて民主党員は今アメリカ人は愚かだと思っているようです。アメリカ国民は愚かではありません。アメリカは崩壊しつつあり民主党員には解決策がありません。 私たちの国は民主党のリーダーシップのもとで、より良い方向に変化する望みはありません。人々は絶望的になっています。民主党員は問題を解決するのではなく、物語を変えることを期待して歴史を作り直そうとしています。私の在職中、私たちの国は繁栄し、経済は堅調で、ガスの価格は非常に低かった。何よりも、 おそらくこれまでにないほど私たちは尊敬されていました。アメリカはトランプ政権のもとで反映していました。インチキ調査。六月6日の非選択委員会は私たちが憲法について申請ししている全てのものを侮辱しています。もし彼らが本当の証拠を持っていたのなら、 彼らは平等な代表で本当の公聴会を開くでしょう。彼らはそうしないので、違法に構成された委員会を使って、アメリカ国民を欺くための哀れな最後の努力で、アメリカ国民のために煙と鏡の章を披露しています。我が国の憲法は、告発者と対決する権利を保護し、公正な裁判を受ける権利を尊重し、 法的代理権を我が国の司法制度における最重要事項と定めています。平等な代表と反論の証拠を提供する機会は私たちの法的プロセスの基本です。委員会はこれらの権利を抹消し、正義を嘲笑しています。彼らは政治的敵対者がこのプロセスに参加することを拒否し、すべての無罪の承認、 そして、彼らの物語の欠陥を非常に簡単に指摘する人を排除しました。マガの目撃者は密室で尋問され、自分の証言を記録しないよう命じられました。私のスタッフ、私の友人、サポーター、ボランティア、寄付者は何時間も何時間もの尋問を受けました。しばしば、六月六日とは何の関係もありません。 彼らの人生そのものが明らかな理由でひっくり返されました。彼らはそれが進行中であると言われました。調査及び尋問の複製は捜査に干渉する試みとみなされ、彼らは罵倒され、脅され、場合によっては台無しにされました。しかし、 非選択委員会はメディアの回来と協力して反対、反対、反対尋問、反論の証拠なしに彼らの承認を国営テレビで放送しました。アメリカ国民は真実を知り、あらゆる目撃者を見る権利がありますが、これらの腐敗した役人は政治的に都合のいいサイドショーで国民を強制的に養おうとしています。 この反逆的な委員会のメンバーは何を恐れているのでしょうかなぜ彼らは相反する意見を聞かせないのですかなぜ彼らは国民から証拠を隠し民主党の背の高い物語に有利な情報だけを示しているのでしょうかなぜなら彼らは自分たちの物語を失うのが怖いからです。彼らの 政敵は委員会がいかに国民を、国民に嘘をついてアメリカ人から正当な権力を剥ぎ取ってしまったことを容易に見せてしまうからです。民主党は2020年のボス選びが不正操作され盗まれたというはるかに大きくより重要な真実から注意を逸らすために六月六日の物語を作りました。 両党の政治家は、ほとんどが民主党員でしたが、大企業エリート主義者と協力して、アメリカ人から我々自身の指導者を選出する権利を剥奪しました。そうするために腐敗した役人は、彼ら自身の修法に違反しました。権力の分離というものは、立法府は法律を制定し、行政府は法律を執行する。 権限をを与えるるこことととににによよってて役人が独裁者なならないいうにすす目的としていますどのオフィスも完全な権力を持つべきではありません。異なるオフィス間で分離する必要があります。2020年、権力の分離はすっかり消えてなくなってしまいました。州行政府は赤と青の両方の州で 修法を完全に無視し、独自の規則を作り、それらを実行することを決定しました。言い換えれば、彼らは私たちの憲法がそれを防ぐためにしていたところの小さな独裁者たちになりました。彼らは違法に筆入れ資格者名簿を膨らませ、筆入れ用紙の収穫と詰め込みを違法に許可し、 郵便不代入れ用紙の使用を乱用し、共和党員を筆入でを開く施設から物理的に排除し、老人ホームの高齢者を虐待し、不代入で管理官に寄付金を送り、不代入での夜に筆入での票を開くことをやめ、民主党員に筆入で用紙を収穫するために3日間余分に与え、アメリカ人にそれが 合法であると信じるように要求しました。この非選択委員会の茶番劇は、真実から国民の注意をそらそうとする恥知らずな試みです。真実は、アメリカ人が2021年6月6日、ワシントン DC に大量に現れ、しかしマスコミによって滅多に明らかにはされませんでしたが、不ッ札入れで選ばれた役人に、 不代入中の犯罪行為の明白な兆候の責任を負わせたということです。公務員であるはずの人々は権力を委ねた人々に対して政府の力を使っています。私たちは裏切られました。非選択委員会は政敵が公聴会に参加することを拒否しているので、 国民は放送されている嘘と矛盾する多くの愛国者の声は聞かないでしょう。少なくともこれらの公聴会においては。これらはすべて民主党が不代入れを不正操作し、アメリカ人の自由と権力を彼ら自身の利益のために吸い上げているという事実を隠蔽するための馬鹿げた反逆的な試みです。この カンガルー法廷で保守派から政治的、法的、あるいは承認の代理人を得る能力がなければ、情報で武装するのはアメリカの愛国者次第です。この公聴会で聞くのは、6月6日のことではなく、下月3日のことで、ここで何が起こったかです。カウントを停止する。不代での夜。 アメリカは私が再び勝利を収める予定だったので、私のリードが梅田を上回り大きく開いていくのを見守りました。札入れ翌日の下月4日の朝までに、私はペン州で70万札、ミシ、で30万札、G 州、A 州、W 州で数十万札の 特札率でリードしました。それから権力の分離を破壊した同じ小さな独裁者がカウントを止めるという反逆的な決断をしました。一日で何百万もの札入れ用紙を数えたこれらの同じ州は、木更木7日に札入れ線を召集するために、次の4日間で数十万札を数えるために、 札を開くことをやめなければな,なりませんでした。一日で数百万札を数えたのになぜ数十万札を数えるのにあと4日かかるのでしょうか。彼らは札入れ用紙をトラフィックし、札入れの結果を操作する時間が必要でした。沼地は権力の掌握を固く保つ決意を固めていたので、札入れ結果を遅らせて、 私を打ち負かすために必要な数の札入れ用紙を見つけ、製造し、または生産できるようにしました。彼らは騙しました。札入れ日に何百万人もの札入れ用紙を数えるのになぜこれほど長い時間がかかったのか、合理的な説明はありません。彼らはより多くの札入れ用紙を郵送する必要があり、札入れ用紙を作成して、 それを行うのに4日かかりました。彼らは精巧な筆入で用紙の人身売買計画なしではそれを行うことができませんでした。以下、まだまだ続きます。とりあえず今回はここで一旦切って別な動画でまた行いたいと思います。それでは一旦切ります。